毎度アチュレです。本日はミスタービーンズさんと最近ワンチャンネルさんが企画したホットモットフィールド神戸でのイベントにお邪魔してきたので、その様子をお届けしたいと思います。今回のこの企画、なんとですね、特産 TV の特産が遊びに来ていました。ご挨拶させていただきました。でね、ご挨拶させていただいたら、あ、知ってますって言ってもらえてね、とても嬉しかったです。というわけで1打席目サードに特産がいます。なんかね、すごいね、意識しちゃいますね。先発ピッチャーはミスタービーンズの方ですね。まず初球、これ変化球、いい球いい球。あ、もうイベントなんでね、もうまっすぐを 1,2,3 で全部ホームラン打ちたいな、せっかくのプロ差ですし、そう思ってました。2球目、この変化球手を出してファール、これは浮いちゃった分反応でいっちゃったって感じですね。続く3球目、高め外れてボール。今回初めましての方がすごい多かったんですけど、やっぱいい声出てましたね。続く4球目は外れて、これで2ボール2ストライク。やっぱこういうイベントっていいですね、はい、またどっかでやってみたいなっていうのは思いますね。さあ続く5球目、狙いはまっすぐです。これ外れて2ボール2ストライク。もう高めの甘い球だけ狙っていきます。でこれはレフトフライ、甘い球だったんですけどね、打ち損じましたね。さあ私キャッチャーで通常させていただいたんですけども、ここで出てきました2番サード徳さんでございます。いやー、なんかね、打席にいるのがね、不思議でしたねピッチャーはクリラバです。グローブ関連のね、投稿を主にしている男ですね。いい球投げてますよこの男。まず初球、これ初球まっすぐですね。これをファール、初球から振ってきたなというのはちょっと意外でしたね。続く2球目、ここはカーブ外れてボール。これで1ボール1ストライクとなり、3球目、とにかくインコースが勝負だと思ってインコースを攻めます。まっすぐ打った、これキャッチャーフライ、追いかけるんですけども、はい、取れませんでした。これ忖度って言われてるんですけどね、ガチです、はい、普通に見せました、はい。まあ、ここ特産 TV で出なくてよかったなと思うのが正直なところですね。しかしこれで2ストライクと追い込んでおります。続くボールも打ち、これインコースに膝元のスライダー、これ見るんすよね。選球眼とスイングキャンセルの技術めちゃくちゃ高いなと思いました。続くボールは外、これ決めに行ったんですけども、惜しくもボール、クリラバ本当にいいボールでした。さあフルカウントとなって6球目、インコーススライダー外れてフォアボール。いや本当にいい勝負でしたね。で徳さん初球から仕掛けてきます。これさーっと、ほんで私座って投げる、そしてドンピシャ送球アウト。いや座って刺したのは本当初めてですね。走るなとは思ってたんですけど、あ、これ立ったら投げられないって普通に思って投げたんですけど、ただねこれよく見てほしいんですけど、多分セーフなんですよねまあ一進性なんで難しいところではあるんですけど、多分これセーフですね。まあハイサイズのシュン君のタッチがうまかったってことだと思います。2打席目凡退した後、4回からですかね、マウンドに上がらせてもらいました。ホットモットのマウンドはねとても投げやすかったですね。まずはこの先頭バッターなんですけども、2ストライク追い込んで三振、これ確かまっすぐだったと思いますね。この日本当調子よくてボールすげえ軽かったんですよね。ベンチからワンちゃんさんの声がすごい響いておりますね。やっぱこの日全体的に調子よくて、結構内外の投げ分けも自在にできてる印象だったんですよね。で続くバッターに調子いいなと思ってたら
右中間を破られます。これでツーベースヒットとなってしまいます。まあ調子いいと思ったらダメですね。はい、調子いいとダメです、僕なんかは。で続くバッターはインコースのまっすぐ見逃すんですよ。これもね、いいボールでした。なんやろ、自分じゃないみたいみたいな感じでね、思ってました。まあ打たれてますけど。で次のバッターなんですけども、このバッターのプレー見てほしいです。ツーアウトランナー二塁での初球、乗ってるよ乗ってるよ、ここでセーフティーバント。ここで私ベアハンドでの打球処理、これがストライク送球アウトとなります。これとっさに反応できましたね。先日守備動画を出してたんですけど、その中にもあるベアハンドのね、あの練習だったんですけど、そこがうまく、まあ、脳が理解してたというかね、まあ、うまくいったんじゃないかなと思います。まあ、その動画見てくださいね、ぜひ。というわけで2イニングス目、ここはライトフライに先頭バッターを抑えます。続く2人目のバッター、こちらはですね、アンダーシャツ作っていただいてますペネさんでございます。ペネさんを追い込んで高めで三振、今も打ってますので、ぜひ購入を検討してみてください。よろしくお願いします。で続くバッターフォアボール出した後、ここは左中間に上がってセンターシュン君へのフライ、これで無失点で抑えます。続く3イニングス目、調子いいなと思ったんですよ、これね。ただね、この当たりなんとライトのフェンスまで到達、ツーベースヒットとなります。さあここで続くバッターはなんとあの徳さん TV の徳さんでございます。さあ全球見ていきたいと思います。まず初球、外へのツーシーム、これ決まってストライク。カウント球では僕の流れは最高の球でしたね。続く2球目、まっすぐ、これ外れてボール。いや本当にね、ピッチャーとして対峙しても選球眼の良さ、そこは思いましたね。3球目カーブでストライク、これ入ってないと思うんで徳さん正解です。さあ4球目、ここで特に自信のあるツーシームで勝負します。しかしこれが右中間を真っ二つに割られます。いやここ最近投げたツーシームの中で本当に一番いいんじゃないかっていう球ですよ。だって打たせにかかってるんでボール球ですもん。ここでセカンドランナーはホームイン、バッターランナー徳さんも一気に帰ってきてホームインと、完璧でしたねまああれ打たれたらもうしゃーないですね、僕の力じゃ抑えられませんということでツーランを被弾しました。さあまだノーアウトです。ここで主催者のミスタービーンズ買い切りさん、ここは徳さんのホームランに触発されたのか、高めまっすぐで三振。続く4番の人、ここはこちら通天閣でやってますね、ショートの徳さん。いやこの後僕の後投げたんですけど、本当に素晴らしいピッチングでした。ショートゴロでツーアウト。続くバッターはセンターフライで、私は中3回2失点というピッチングでした。まあまあじゃないですか、はい。ちなみに打つ方はこの試合4打数のノーヒットでした。ちょっと力んでますかね、はい。ただ2試合目にバッティングの方では成果は出ました。2試合目チームをシャッフルして、相手ピッチャーは1試合目にバッテリーを組んだクリダバ、この2球目でしたね。はい、ドーンとまっすぐを1、2の3で打ちに行って、レフトオーバー、フェンスまでワンバウンドで到達するツーベースヒットを放つことができました。まあクリダバはだいぶ弱ってたんだ、そこで甘い球来て逃さず打てたっていうのは良かったんじゃないですかね。あと 5m 飛ばすためによく練習します。いやこの日は本当に貴重な機会をワンチャンさん、カイキリさん、ありがとうございました。それでは本日の動画以上です。失礼します。
っときた。